100V 系配線向け配色のアース付け VVF600V ビニル絶縁ビニルシースケーブルは日本工業企画ジ s C3342 で定められた屋内電気配線用ケーブルであり2015年現在日本の一般家屋の天井裏や壁裏の電気配線に多く使用されている電気用品安全法で特定電気用品に定められている本校では 環境保護対応のため素材をポリエチレンに変更した6 0 0トポリエチレン、絶縁ポリエチレンシースケーブルについても合わせて記載する6 0 0トまでの低圧屋内配線用のケーブルである単線または寄り線の導線をポリエンカビニルで包んで絶縁しさらにその外側をポリエンカビニルのシースで包んでいる芯線を一直線に配置した平型と 放射状に配置した円形がある。ビニル外装ケーブル、バイナルアーマードケーブル馬ンとも呼ばれる。ポリエチレン素材のものは平型が e m f 円形が EMIA、e、である。シース内に収められる芯線の本数は1本から4本までが、規格上定められており、芯線の太さも単線で直径 1.0mm から 3.2mm より線で、 交渉断面積2メートル平方メートルから1000メートル平方メートルが規定されているがよく使われるものは直径1.6ミ、mm、リメートルまたは2.0ミ、mm、リメートルの単線で2芯または三芯のものである。電線管に収めることなく造影材にステップル止めもしくは天井裏への転がし配線で使用することができる。流すことのできる電流の許容値は日本電線工業会が JCS0168 から2として定めている。日清 1.6mm の VVF を暗挙中に一時付設した場合で 18A、2.0mm で 23A など規定されているが、芯線の太さ、束ねる、乗数、電線管に収めるか否かによって、許容電流量は変化する。絶縁体は、識別標識を兼ねており、絶縁体素材への色の練り込みや、 絶縁体表面への着色などの方法で色付けされている。識別色は企画書に通常次によるとして規定されているため市販のケーブルは可表の色に従っているものが多い。ただし住宅公団や道路公団の発注工事向けに蒸気冷辞色に従わないケーブルも存在する。両者ともアース用の緑色線を含むこと住宅公団向けでは 黒の代わりに炭素2000式または炭素3線式で第一章を表す赤を使用していることが特徴である。特にケーブル仕様の指定がなくアースが必要な場合には2芯の VVF に緑色の縫線を沿わせる形で配線するか3芯 VVF の赤線の末端に緑色のビニールテープを巻いて使用されることが多いが2005年の 内線規定改定により特定機器設置箇所へのアース付設が義務的事項にその他の水回りへも勧告事項、さらに居室などすべてのコンセントへのアース付設が推奨事項として定められたことに合わせる形で下記のようなアース線を含む配色のケーブルも登場している。1 0 0ト系は道路交段仕様と同じ配色であるが、 製品によっては 2.0mm の電源線を用いながらも緑線のみ 1.6mm としたり緑線をシースの中ではなく外側に沿わせる形としたものなどがあるアースなしの 200V 系配線向け VVF も存在するがこちらはあまり用いられない2005年の内線規定改定で住宅に施設する 200V 用コンセントには 設置局付きコンセントを使用することと定められたことからアースが必要となったためである。また、内線色指定で赤白の組み合わせの2芯 VVF を製作することも可能ではあるが、住宅に施設する電気回路は将来的な負荷の増減によって単層三線式配線の一方の層に負荷が偏らないようバランス調整のために分電盤内の配線を入れ替える場合があり、 電線の色のみに頼って、層や、使用目的を同定するべきものではない。シースの色は、通常丸型の場合は黒、平型の場合は、灰とすると規定されている。その他にも、ブルー、ホワイト、ブラウンなど様々な色のものが市販されており、カラー VVF などと呼ばれている。絶縁体に用いているポリエンカビニールは、燃焼すると燃焼条件によっては、 大オキシン類が発生する可能性がある。建物火災が発生した場合のほか、解体工事から発生した配電線から銅を取り出した後の被覆柄も焼却、または埋め立て処理されている。そのため、環境意識の高まりとともに、同等の絶縁性と耐熱性を持ちながら燃焼しても、有害ガスを発生しないポリエチレン素材を用いたエコマテリアル電線として、 EMIF が開発され、VVF の代わりに使用することができる。公共工事などで、エコマテリアル電線の使用が指定されることがある。ABC 日本工業企画実施3342企画書 600V ビニール絶縁ビニールシースケーブル、AB 矢崎エナジーシステム商品情報、AB コ家電工産業電線商品情報、AB 富士電線工業商品情報。 矢崎 FRSAB100V や 200V の回路式別に適した色付けをされているという意味であり、電線としての規格は 600V である。内線規定3202から3条に、被覆電線のリサイクルの現状について、経済産業省。ありがとうございます。